皆さん、こんにちは。僕のロッカーがですね、なんか、ヒロさんの首が伸びるという、進撃の巨人のエレンみたいになっちゃってるんですけど、ちょっと久しぶりに、マジで1年ぶりかな、ロッカーを、ちょっと変更していけたらいいなって思います。これね、結構力作なんだ、俺結構好きなんだ、これ。もうヒロさんの、この、首をね、全部取って、足も取って、ちょっとニューアイテムをつけてやっていこう。で、俺の中では、最近ゲットした置物が、これ。これ。ピエロみたいなやつ。これうまく使っていきたいんだけど、これさ、10個買っちゃったの。これさ、10個なんてさ、無理じゃん。ほら、3個しか置けないよ。横にしたりしたらさ、置けんのかな？10ってだって、ここには置けませんって言うよ。動物タワーバトルみたいな。ヒレオの動物タワーバトルみたいな。4なら置けるか、これ。無理か、この後。3しか置けない。なんで10個買っちゃったの、俺。怖、これ。でもこれ使いたいな。せっかくだし。せっかくだし、使いたいな。なんか、置物を置くやつって、これが。あ、すごい！ズームできるの俺初めて知ったわ。ちょっと、これ角度じゃない、距離だね。さっきの俺のさ、ヒレオのさ、あった。これの距離に合わせたいんだけど、置けたぞ。上に置ける。怖い。怖い、これ。じゃあさ、これ、教祖様みたいにしてさ、下に信者みたいな、こんな感じでさ。家来が3匹。いいね。いいね。次の家来どうしようかな。オッケー。で、ゴミをね、下にね、溜めといた。これは、声だめみたいな感じで、上の、ヒレオが、なんか、悪いやつ感が出てる。このぐちゃぐちゃで。で、下の家来がいて。いいじゃん。めっちゃいいじゃん、これ。どうですか？はい、完了！完成しました。外側はまだいじってないけど、開けたらこれです。なので、今まで、もう、なに、進撃の巨人のエレンみたいになってたやつしか見てない人は、あれ？変わってる？しかも怖いね。怖くなってるってなると思います。はい、ということで、ロッカー久しぶりに変えてみました。ありがとうございました。俺は歯医者行ってくるので、ちょっとみんなの反応を待ちたいですね。ありがとうございました。